シャットアウトとは、アメリカ合衆国のサラブレッドの競争お及び、シュ馬である。アルサブや、デビルダイバーなどと対戦しながら、1942年のアメリカクラシックにカ馬となった。1939年にグリーンツリーステーブルで、生まれたクリゲノウである。父エクイポイズは、メトロポリタンハンデキャップ連覇などの実績を残した。 名馬、一方の母グースエッグは、同牧場で生まれたスピナーウェイステイクスの優勝馬と、牧場の誇る、両血の出であった。父エクイポイズは、前年に休止したため、シャットアウトは、父の最後の世代に当たる馬であった。シャットアウトは、身体的な特徴が父によく似ており、体格が大きく、足はひょろ長く、戦対称の緊密な体つきであったが、 柔軟さに欠けていたとされる。一方で、毛色はくり毛ながらも、チョコレートソルジャーのあだ名があった父に似ず、薄くて淡白な色合い、そして光沢に乏しい毛並みであった。同じグリーンツリーファームで生まれ育ったデビルダイバーやアンフィシアターらと共に、1941年に2歳でデビューした。この年は、グランドユニオンホテルステークスで、 アンフィシアターやリクエステッドを破って、ステークス競争勝ちを収めたが、それ以外では勝ちに恵まれず、サラトガスペシャルステークスでは、アンフィシアターの2着、ホープフルステークスでは、デビルダイバーの2着に終わっている。2歳児の成績は、今一つのものであったが、シャットアウトの陣営は彼に、クラシック聖杯の期待と見通しを捨てなかった。それに応えるかのように、 シャットアウトは3歳初戦のブルーグラスステークスで久々の勝利を手にし続くケンタッキーダービーへの見通しを大きく開いたケンタッキーダービーは第二次世界大戦中の開催であることから軍服姿の観客も多数詰めかける中で行われた出走馬15頭の中でシャットアウトは デビルダイバーとのカップリングで1.9倍の一番人気に押されていた。シャットアウトとデビルダイバーは、主戦機種が共にエディアーキャロであったが、アーキャロがデビルダイバーを選んだため、一方のシャットアウトは、ウェインライトを安城に迎えての出走となった。スタートでは、戦闘争いに加わるが、すぐさま落ち着かせて、戦闘集団に収まった。 そして1マイルを過ぎたところから追い上げを始め、最後の直線で先頭に立つとそのまま後続との差を広げ、追い上げてきてアルサブを2バシに4分の1差で突き放して優勝した。2巻目のかかったプリークネスステークスでは、アルサブに1番人気を譲り、2番人気での出走となった。しかし、ここでは制裁を書き、後ろから追い込んできたアルサブにかわされての5着に沈み、 早くも三冠馬となる権利を失った。最後の一戦ベルモントステークスはアルサブとも最後の勝負となった。全2戦でクラシックに見切りをつけられたデビルダイバーはこの競争に出走しなかったため安状に再びアーキャロが戻っている。2番人気に押され、再びアルサブに一番人気を譲ったが、レースでは最後の直線で先頭に立つとそのまま押し切り、 追い込んできたアルサブを2シン離しての優勝を飾り、2冠を達成した。その後、トラバーズ・ステイクスやヤンキー・ハンデキャップなども制するなど、その年の3歳馬としては最上級の戦績を挙げた。しかしアルサブがマッチレースでワーラウェイを破ったことによる評価にわずかに及ばず、同年の最優秀3歳ボバの称号はアルサブに奪われた。 シャットアウトは4歳以降も競争を続け、ピムリコスペシャルなどの勝ち倉を上げている。しかし、3歳児の競争能力と比べると明らかに衰えており、それ以上の大競争で勝ち星を得ることはかなわなかった。5歳まで競争を続けたが、2戦して未勝利に終わったところで競争場を引退した。引退後は、グリーンツーリーファームに戻り、1945年より、 タネボバとなった。送り出した、ステークス競争勝ち馬の数は乏しく、牧場よりかけられていた期待に応えられるものでは、なかった。代表的な3区に、メートロンステークスなどを勝って1953年のアメリカ最優秀2歳品馬に選ばれた、イブニングアウトや、マンハッタンハンデキャップなど、ステークス競争12勝のほか トラックレコードを4度更新したソーシャルアウトキャストピムリコスペシャルの親子制覇を達成したワンヒッターなどがいる。後継の種ボバは活躍せず、その不景はすでに見当たらなくなっている。シャットアウトは1964年4月23日に25歳で死亡した。その以外はグリーンツリーファーム、現在のゲンズウェイファームの一角に葬られている。当時は グレード性未導入。ありがとうございます。